私が頑張らないと。大丈夫、君以上に周りはしっかりしてる。戦車のレベルを10以上にしよう、達成。いいね。ムカムカがちょっとずつ減ってきよるよ。はい、もちろん続けますこの踊りながらもこっちを見てきよるっていうね。お、これもしかして、え、もうフィックル、ひどいことしてごめんね。またフィックルと仲良くしたい。お、答えてあげて。私も、お、いいねいいね。ありがとう、プー。なんかね、いつもね、このツイッターのアイコンとかので、金髪の方がさ、フィッコーちゃんやと思ってしまうよね。なんかいつも、フィッコーちゃんのツイッターのアイコンって、そんな感じやん。オレンジというか金髪というか。はい、どうでしょう。お、いいねいいね。全員いい感じやったねはい、そしてゲームコーナーでルーレット。はい、高級フライパンが欲しいです。高級フライパンをください。え、でもこれ結構の割合あるけんさ、え、って2分の1ぐらい、ええー余裕で全然止まらないっていうね。じゃあこれはとりあえず、はい、ひっこーちゃんに。まだレベルは上がらないと。ほい、それじゃあ、お小遣い。お、水玉の花、いいね。なんかあれみたいじゃない？赤ちゃんが着るやつみたいな。え、なんかこんな感じの、赤ちゃんが着る、うん、着る感じ。服もそうやな。色は、どうしよっかな。とりあえず、紫。なんとなくね。ちょっと襟巻きトカゲみたいな感じにも見えるけど。はい、そして、めぐちゃん、セーラードレス、いいね。セーラー服とか。お、あれやんね、これ。まあ、ドレスやけんなんやけど、スカートがロングすぎて、めっちゃスケバンみたいな。昔のスケバンみたいな感じ。色味は、水色もかわいい。全部かわいいけど、黄色、水色。あー、迷いすぎか。水色でいこうかな。なんか私中学校がさ、セーラー服やったんやけど、めっちゃなんか他校との違いって、まあ、他校もほとんどね、セーラー服やったけど中学校って。はい、出発。リボンの色が違うけんさ、それで色々羨ましいなって思いよった。もう花の服5種類になったんか。結構トントントンって感じで来るよね。はい、そして、顔が、戻っていくので、それをちょっとね見に行きましょうか。はい、エルフの村かな。いつもね、里だか村だかちょっとよくわからんくなるんやけど、村やね。はい、なんか思うんやけどさ、この顔って前回の大妖精の時におらんかったっけ。気のせいかな。あの三姉妹の中、次女かなんかじゃなかった？キャッキャッじゃないわ。どういう感情？臆病な見張り日記。お、怖かった。フラン様とよそ者、助けてくれてありがとう。お礼にこれあげます。HP バナナを5本ゲット。ありがとう。怖いからもう家から出ない。見張りなんだよね。見張ってちゃんと。あ、フラン様。家の中からちゃんと見張ってます。いや、ちゃんとしよう。ちゃんとしようよ、そこは。てかもうね、よそ者っていう言葉で全然、感謝の気持ちが半減して。ちょっと待って、とりあえず、あれよね。
あの、この間の扉のところに行けるのではないか。全部揃ったよね、これ。進めるようになったはず。どうすか。行き止まりか。え、行けるよね。ね。壁に穴が3つ開いてるけど。あ、さっき手に入れた宝石。はい、来たー。宝石がはまった。やったー、先に進めるよー。先に進みましょう。よし、行こう。これ今伸びたのが扉の先ってことでいいよね。いいんですね。宝箱もある。とりあえず下から行きましょうか。またそのうちあの宝箱のところにはたどり着けるはずだから。行くかー。でもこれ一番下の道やけん、宝箱のところには道が伸びていかん気がするけど。真ん中のとこ行ったらもう次伸びたかな。よし。踊りましょう。いきなりの。スケバンみたいな格好をしてるのに、ものすごく優雅。とてつもなく優雅。あー、激辛料理ー。怒っとるやん。めっちゃ怒っとるやん、ブーさん。まあね、美味しい料理やと思って食べたのに激辛やったらちょっと怒るかな。辛いもの好きやったら美味しいってなるかもしれんけど、私は無理だな。私何回か、こう騙されて辛い料理を食べさせられたことがあるけれど。まあ私大体が、これ食べてみてって言われるときは、辛いものなんやろうなって思うけん。思うけん。お、ありがとう、プーさん。あんなひどいことをしたのに手助けしてくれるのね。ほら、もう成人みたいな心の持ち主やん。そんなプーさんに、嫌がらせをしないであげて。いいぞ。ご褒美よ。それがご褒美になるっていうのはどんだけの M なんですかね。確実に罰にしかならんと思うんやけど。行くぜ。あ、まだやっつけれん。結構体力あるな。体力がある？あれか、耐久力。防御力があるのか。扇風機どうだ。とどめが扇風機っていう。無事でよかった。あれやね、なんか半々に雰囲気が分かれとるね。左の2人が雰囲気同じなのかどうかは分からんけど、先頭を走るこの2人が同じ水玉っていう。フィックル大丈夫？私の HP バナナあげる。おー、やったね。ありがとう。お、そして好きレベルアップ。好きなのかな。二人は手助けを覚えた。相手の行動を手伝っていろいろ効果をアップさせる。どん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 みんなちょっと絆を深めていってくださいまし。ね、喧嘩せずにね。お、金ぴょん来た。やったね。500円や、500円。もはや、カネピョンはお金で数えるからな。え、あれよね、これは、たまたまよね。なんか道さ、いつもなんか同じところ通ったら同じモンスター出てくるけど、カネピョンは多分ランダムよね。じゃなかったら永遠にここでお金稼ぎができる。あれやろ？あの、メタルスライム的な感じやろ？ドラクエでいうところの。頑張るぞー。頑張ってこ、頑張ってこ。めっちゃ幻想的な雰囲気。花って綺麗だね。見てるだけで癒されるよ。ありがとう。そんなメグの心の方が、私は綺麗だと思う。フィックル。なんかうるうるして終わった二人とも。てか、花ってあれなの？格好のことなの？周りに咲いてる花かと思ったよ。お、食べた HP バナナが60本になったので、めっちゃ食べたやん。神の力の目覚め、あれが60本目やったんやね。HP バナナの効果アップ。 HP バナナの回復量が30から40になった。ほっほっほ。 HP バナナをたくさん食べて新たな力が目覚めたようだな。 HP バナナは不思議なことに、食べれば食べるほど効果がアップするのだ。
次は90本食べたらさらにパワーアップするぞ。どんどん食べなさい。ほほほ。30本も差があるんだな、次までに。お、好きレベル上がった。すごく好き。二人は手助け2を覚えた。手助けする確率と効果がアップ。一緒にやろうよ。これが別にね、一匹に集中するんじゃなくって、もっとなんか、ね、二匹同時攻撃とかになってくれてもいいと思うんやけどな。はい、それじゃあ料理を。はい、おま、あれおや、そのままあげてしまえ。美味しくいただいたか。それはよかったよ。はい、それじゃあお任せで。あ、これアイラ2回食べることになるけど、めっちゃお腹いっぱいになるんやない。あ、しかも幸せやったのに。幸せやったのに、お亡くなりに。はい、それじゃあゲームコーナーで、ルーレット。はい、スタート。そう、高級フライパンの割合がめっちゃ小さくなったんやけど。くわー。いや、高級やけんさ、当たりにくいのはわかるんやけど。あ、やっぱり、さっきの割合でかい時に当たっとけばよかったのに。これ割合はさ、ランダムなの？それとも何かしら条件があるんかな。この範囲が広くなる条件とか、狭くなる条件みたいなの。お小遣いは？お、はい、ウールのドレス。いいね、サンタガール的な感じ。かわいい。え、これかぶっとるティアラまでウールってこと？やばいね、すごいね。どうしよう。これね、緑かピンクで悩むんやけど、ピンクでいこうか。かわいい。とりあえずかわいい。え、でも私、かわいさで選んでったら多分ね、ほとんどピンクになると思うよね。はい、そして、さっきから、ずーっと手に入らんかった高級フライパンを結局買ってくるっていうね。言うてお金全然そんな高級じゃないと思うんやけどね。高級風かな。なんかよくあるやん、そういうの。高級風〇〇みたいなの。はい、それじゃあ出発しましょう。はい、オッケー。あ、やっぱりそっち向いて伸びていくけん宝箱の方にはいかんよね。まあいいや、とりあえず進んでいこうか。同じこの続きの道を。はい、行きます。行くかー。行くよ行くよ。調子がいまいち大丈夫？そう、頑張って。頑張って、励ましてくれよりよ。あ、やっぱピンクのドレスかわいいわ。ハスの上歩くの楽しい。ブヨブヨしてていいよね。楽しいけど歩きづらいね。だね。でも歩きづらいおかげでインナーマッスルが鍛えられるんだ。へえ。あ、そういう気分で歩いてるの。インナーマッスルが鍛えられるほどのブヨブヨ、やばいやん。それ足元めっちゃ持っていかれてない？どうしようこれ。で、上の方行こうかな。ゴーゴーゴー。フランの服いけてる。まあね、セクシーな感じよね。ああいう服が着たかったの、もしかして。はい、スタート。高級ダンス。いいね、いいね。お尻こっち向けてるし、いい感じのダンスやと思うよ。お、盛り上がってる、盛り上がってる。もうみんなで盛り上がってこう。超絶盛り上がってこう。なんかああいうセクシーな感じの服っていつも思うけど、あの足のやつなんなんやろ。なんか足のさ、太ももあたりに輪っかみたいなのついてるよね。よくわからんおしゃれアイテムが多いね。なんかいまいちこう、おしゃれアイテムの名前とかもわからんし、どういう用途なのかも。はい、さらに上へ進んでいきます。上に上に、私が頑張らないと。大丈夫、君以上に周りはしっかりしてる。お、ゲーム券を1枚ゲット。まあでも多分何、ステージ上、フィールド上にあるあの宝箱は多分もっとでかいやつやと思うけんね。今のよりも多分服が入ってるタイプのやつじゃないかな。めぐちゃん、なんか踊りからスタートするの好きやね。とりあえず、場の雰囲気をあったかくしておいてから。釣れないとか、釣られてよ。はい、召し上がれ。
もうダメージ受けて速攻で回復料理を作り出す私優しい。自分で言うやつ。お、いいとこ見せたい。行こう行こう。イエーイ。扇風機でやられるっていうのはどういう感じなんやろうね。あれなんかな。お、新しい技。ビーム。さっき覚えたやつやね。いいぞいいぞ。お、これ全体攻撃やし、見た目的に威力も高そうな感じやけん、良きやん。よきよ。あの、物理攻撃と違って全体攻撃でも威力が落ちんけんさ、始まりと終わりで。良きだね。扇風機。あれはなんか、ま、風で攻撃しよる風に見せかけて、実はあの扇風機の中の歯あれで攻撃みたいな。なんか、あ、これ手入れたら危ないって言うやんか。そういう感じじゃない。でも最近手入れたら止まるタイプのが多いって聞くけどね。あとは歯自体がついてないみたいな。歯？羽？羽って言うんかな？汗かいちゃったよ。まあ、戦ったから。お、メグちゃんレベルアップ。あれ、汗拭きシートみたいなやつ持ち歩こう。私中学生の時にビオレをめっちゃ持っとった。ビオレの汗拭きシート。あれいいよね。お？寝るんかーい。てっきり敵が現れたんかと思ったよ。まあまだかそれは。あれ？プーは？お？あ、普通の敵は現れるんか。そうかそうか。いやーもう今プーさんがいないというのに。え、強くね？え、強くね？一発やった今。お、ハサミ打ち。行こうぜ行こうぜ。ほい。余裕だね。ありがとう、かっこいいとか。なんなの？二人して褒め合い。いいねいいね。なんかあのさ、男の人が理解できん女の人の行動っていう中に、なんかお互いを褒め合うみたいなのがあるらしいんだけど、お互いに可愛い可愛い、いや〇〇ちゃんの方が可愛いよみたいなやりとり。なんかあのずっとなんかお互いの褒め合いをしよるのが不思議でしょうがないみたいな。あ、でも確かにあるよね。いや褒められたら褒め返さんとって思うし、別におせちなわけじゃないやけどね。可愛い部分を見つけて褒めるっていう。お、到着。結構早かったねここ。あれや、あの、空が暗くなってきたら着くんやね、きっと。花のレベルを10以上にしよう、達成。もうそんなんなるのか、早いな。そんなもん？そんなもんかな。はい、それじゃあ。じゃあ待って。料理をとりあえず。あれ、なんかさ、料理のマークとかいろいろ出てくるけど。あ、この意味あるんかな。なんかこの4人の中で一番お腹が空いとるとか。そういうのは別にないんかな。だって別に全員普通に食べてくれるやん。フィッコーちゃんは特にお腹が空いていたとかそういうこと。さっきご飯のマークで撮ったけど。ステンドグラスの葉っぱが欲しいです。ステンドグラス、ステンドグラスの葉っぱとかすぐパキンって割れそう。でも綺麗そうな感じする。あ、なんかさ、この何ルーレットのやつさ、結構なんか目押しで止まりよるみたいな感じで思いよる人もおるっぽいんやけど、これ全然自動やけんね。あ、やった、ステンドグラスの葉っぱやん。イエーイ、やった。高級は当たらんかったのにステンドグラスはいいんや。あ、かわいい、ほらカラフルカラフル。はい、これで。本当にこれ攻撃力高いの？なんか、やーって殴りかかった途端にパキってなりそう。ステンドグラスってなんか脆いって言わん？言わんのかな？私の勘違い知識かもしれん。はい、それじゃあ出発します。はい、ということでじゃあ、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。